ドロテア・フォン・メデームは、バルト・ドイツ人の貴族女性。最後のクールラント公、ベーター・フォン・ビロンの3番目の妻。ベルリンで貴族サロンを主催し、別居していた夫の便宜を図り様々な外交交渉を行ったことで知られる。ドロテアは、現在のラトビア領メジオトネにあるメゾテン宮殿で生まれた。父は、帝国伯爵の称号を持つ、古いクールラント貴族出身で、 ロシア帝国軍に陸軍中尉として出資するフリードリヒ・ホン・メデム。母は、その2番目のツマル・イーゼ・シャルロッテ・ホン・マントイフェルである。父・メデム伯爵は、1263年から1266年までリボニア騎士団長を務めたコンラート・ホン・マンダーンの子孫であり、1774年、虚畜会なる事情約締結にこわって、 聖アレクサンドルネフスキー勲章を授与された。伯爵は、ミタウの邸宅、ビラ・メデムをはじめ、多くの財産を有していた。女性詩人、エリーザ・フォンデア・レッケは、ドロテアの腹違いの姉にあたる。1779年11月6日、18歳の、ドロテアは37歳年上の子供のない、クールラント校、ベーター・フォン・ビロンの3番目の妻に迎えられた。ビロンは、 ロシア女帝、アンナ・ヨアノブナの長身だったエルンスト・ヨハンフォン・ビロンの息子であった。ドロテアは6人の子供を産んだが、そのうち2人は幼い時に亡くなった。ただし、末娘のドロテアはおそらく死生児である。公爵夫人の地位を得たドロテアは、その美貌も相まって上流者公会に歓迎された。夫のビロンは総主であるポーランド王や、 クールラント貴族との確執などのため、政治的な難局にあり、ドロテアを外交交渉のため頻繁にワルシャワに送り込み、後には短期間であるが、ベルリン、カールスバート、サンクトペテルブルクにも何度か妻を使わした。ドロテアは、ビロンと長く離れて暮らすうちに、夫とは疎遠な関係になってしまい、グスタフ・マウリッツ・アルムフェルト伯爵、タレーラン、 ポーランド貴族のアレクサンデル・バトフスキ伯爵をはじめと、する数多くの男性と沖縄を流した。ドロテアが1793年に生んだ同盟の娘、ドロテアの実の父親は、バトフスキ伯爵だったが、ビロンは妻の生んだ子を認知している。1794年、公爵夫人は、ベルリンのクールラント宮殿に移り住み、この邸宅で貴族サロンを開いた。 1794年、ドロテアは、アルテンブルク地方のレイビハウ荘園を入手し、以後はこの辞書に建てた上官で、夏の休暇を過ごすようになった。レイビハウの上官には、詩人、哲学者、親戚や友人が招待され、上官は、クールラント公爵夫人のミューズの館として、有名になった。ドロテアの姉エリーゼフォンデアレッケは、 レービハウの上官に住み着いた詩人クリストフ・アウグスト、ティートゲトムスバレ、ロシア皇帝アレクサンドル一世、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム三世、フランス皇帝ナポレオン一世、タレーラン、メッテルニヒ、ゲーテ、シラーなど同時代の大勢の有名人が、クールラント公爵夫人の親しい友人だった。1809年、末娘のドロテアが、 タレーランのオイエドモンド・タレーラン・ペリゴールと結婚すると、公爵夫人はパリに移住し、タレーランと再び情熱的な関係を持つようになり、タレーランにナポレオンを裏切るよう説得するなど大きな影響を与えた。1814年、公爵夫人はタレーランが自分の娘ドロテアと愛人関係に陥ったことについて問いただすため、 ウィーン会議の最中にウィーンを訪れた。1821年、公爵夫人ドロテアは、レイビハウで亡くなり、彼女の遺骸は、一家の墓所のあるザーガンに移された。夫のビロンは、すでに1800年に死んでおり、この墓所に安置されていた。ドロテアは、夫のビロンとの間に6人の子女を設けた。カタリーナ・フリーデリケ・ヴィルヘルミーネ・ベニグナ・ザーガン、女子を、 ビルヘルミーネとして知られる。父の死により、シレジアのザーガン公国とボヘミアのナーホトにある、荘園を相続した。マリアルイーゼ・パウリーネ、ホーエンツォレルン・ヘヒンゲン・公フリードリヒ・ヘルマン・オットーと結婚した。父より、プラゲル宮殿とホールシュタイン、ネト公の荘園を、姉、ビルヘルミーネよりナーホトの荘園を相続した。ヨハンナ・カタリーナ第8代。 ベルモンテ公の弟アチェレンツァ公爵、フランチェスコ・ラバスキエ・リーフィエス・キスクアルチャ・フィコ・ピネッディ、ピニャテ・リアイメルクと結婚した。1806年に、プラハのクルラント宮殿を相続し、母の死に伴い、アルテンブルク地方のレイビハン省園を相続した。ペーター・コドモ・ドロテア第7代タレーラン公爵、ディーノ公爵エドモンド・タレーラン・ペリゴールと結婚した。実の父親は、 ポーランド貴族、アレクサンデル・バトフスキだったが、ビロンによって実施として認知された。ビロンが死ぬと、ベルリンのクールラント宮殿とバルテンブルクの荘園を相続した。1842年にイ、リフアネ・パウリーネが死ぬと、ザーガン女子を引き継いだ。ありがとうございます。